部屋の片付けが楽にできて、綺麗を保つための9つのコツ。毎日の家事に追われる中で部屋を綺麗に保つのはなかなか難しいものですよね。特に片付けが苦手な方にとっては、どこから手をつけていいのかわからず、ついつい後回しにしてしまいがちです。しかし少しの工夫と習慣づけで楽に片付けができて、部屋をすっきりと保つことができるとしたらどうでしょうか。今回は片付けが苦手な主婦の方に向けて、部屋をきれいに保つための9つのコツをご紹介します。手軽に始められる方法ばかりなので、ぜひ今日から試してみてください。 1. 部屋をきれいに保てない原因は 1.1 物が多い。基本的に物が多いと部屋をきれいに保つのは難しくなります。なぜかというと、物が多すぎて収納に収まりきらないと、収納しようと思っていたものを生活スペースに置かなければならなくなり、片付けるのに時間と労力がかかってしまうからです。その結果、部屋が乱れてしまうことになるのです。 1.2 収納する場所が定まっていない。物をどこに収納するかが決まっていないと、使ったものをそのまま出しっぱなしにしてしまいがちです。そうしたとりあえずここに置いておこうという習慣が積み重なることで、部屋全体が片付かない状態になってしまいます。収納場所が決まっていないと、片付ける際にどこに戻すべきか迷ってしまい、片付け自体が面倒に感じられてしまうのです。 1.3 収納場所が足りていない。収納スペースが足りないと、物をしまう場所がなくなってしまい、自然と部屋が散らかりやすくなります。特に小さな部屋や収納スペースが限られている場合は、持ち物が収まりきらず、部屋全体が雑然としやすいです。収納場所が足りないと感じた時は、持ち物を見直し、本当に必要なものだけを残すようにすることが大切です。1.4 定期的に掃除していない。部屋をきれいに保つためには、定期的な掃除が欠かせません。しかし、片付けが苦手な人は、掃除を後回しにしてしまいがちです。その結果、汚れや散らかりが溜まってしまい、一度の掃除では片付けるのが難しくなってしまいます。定期的に掃除をしないと汚れが定着し、部屋が清潔でなくなるだけでなく、片付けに対するモチベーションも下がってしまうのです。 2. 部屋をきれいに保つコツ。 2.1 衝動買いに気をつける。部屋をきれいに保つためには、物を増やさないことが大切です。欲しいと思ったものがあっても、すぐに購入するのではなく、一度冷静になって本当に必要かどうかを考えてみましょう。衝動買いを避けることで、物が増えすぎてしまうのを防ぎ、収納スペースの圧迫も少なくなります。買う前に一呼吸置いて、本当にこれが必要なのかと自分に問いかける習慣をつけることが、無駄なものを増やさないための第一歩です。 2.2 使わないものを捨てる。物を増やさないことに加えて、使わないものを断捨離することも、部屋をきれいに保つためには大切です。使わなくなったものや、もう必要ないものを定期的に見直して処分することで、部屋のスペースが確保され、片付けが楽になります。捨てるのが難しい場合は、まずは一度使っていないものを段ボールや収納ボックスに入れてみましょう。一定期間使わなかったものは、本当に必要ないものと判断し、思い切って手放す決断をすることで、気持ちも部屋もすっきりします。 2.3 見える場所から掃除する。掃除を始める際は、まず目に見える場所から取り掛かるのが効果的です。リビングやダイニングテーブルの上、ソファーの周りなど、家族やゲストの目につきやすい場所を優先的に片付けましょう。目に見えるところが片付くだけでも、部屋全体がきれいになった印象を与えることができ、モチベーションも上がります。特に掃除が苦手な人は、このモチベーションを意識して掃除をすると、途中でやめてしまうことも少なくなります。 2.4 掃除は短時間で終わらせる。部屋の掃除はできるだけ短時間で終わらせるようにしましょう。長くても1日で終わるように計画を立てることが大切です。掃除が長期間にわたると、途中でやる気がなくなったり、他の予定と重なって中断してしまうことが多くなります。短時間で集中して掃除を終わらせることで、
達成感が得られ、次回の掃除へのモチベーションも高まります。短い時間で済ませるためには、掃除する場所を事前にリストアップして計画的に進めることがポイントです。コンパクトな掃除を心がけ、達成感を感じながら部屋をきれいに保ちましょう。 2.5 収納する場所を決める。部屋をきれいに保つためには、物の収納場所をあらかじめ決めておくことが大切です。物が出しっぱなしになる原因の一つは、どこにしまうべきかが決まっていないからです。それぞれの物に定位置を設けることで、使った後にすぐに元に戻すことができ、部屋が散らかりにくくなります。また家族にもその場所を共有しておくことで、全員が同じルールに従って片付けることができ、部屋をより効率的にきれいに保つことができます。 2.6 出し入れしやすい収納にする。収納はただ物をしまうだけでなく、出し入れのしやすさも考慮することが大切です。使いたいものがすぐに取り出せて、片付ける際にもストレスなく戻せる収納を心がけましょう。収納がしにくいと、物を出した後に片付けるのが面倒になり、そのまま放置してしまうことが増えてしまいます。使用頻度の高いものは手が届きやすい位置に、季節物や使用頻度の低いものは上段や奥の方に収納すると、日常的な片付けが楽になります。また引き出しや収納ボックスを活用して小分けに整理すると、物の管理がしやすくなります。 2.7 机や床の上に物を置かない。部屋をすっきりと見せるためには、机の上や床の上に物を置かないことが大切です。物が積み重なっていると、部屋全体が散らかっているように見え、掃除もしづらくなります。日常的に使うものでも、決まった収納場所に戻す習慣をつけると、部屋をきれいに保ちやすくなります。また床の上に物を置かないようにすることで、掃除機をかける際の手間も減り、清潔な環境を保ちやすくなります。視界に物が少ないことで、心もすっきりと落ち着くでしょう。 2.8 汚れやすい場所を把握し掃除する。汚れやすい場所を把握しておくことで、掃除の頻度を減らし、一度の掃除にかかる時間を短くすることができます。自分の部屋のどこが汚れやすいかを知ることで、そのポイントを意識してきれいに保とうとする気持ちが働きますし、掃除をする際も効率よく進められます。またどうしても時間がないときは、この汚れやすいポイントに絞って掃除をするのも効果的です。特定の場所に集中することで、短時間で部屋の清潔感を保ち、掃除のストレスも軽減できます。 2.9 毎日少しの掃除を習慣化させる。毎日の生活の中で少しずつ掃除を習慣化することで、部屋を常にきれいに保つことができます。例えば朝起きた時にテーブルの上を拭いたり、夜寝る前にリビングを片付けるなど、日常的に小さな掃除を行うことで、汚れや散らかりが蓄積されるのを防げます。またテレビを見ながらソファーを掃除したり、フローリングワイパーで床を拭くなど、ながら掃除をすることも効果的です。短時間で終わる掃除を習慣化することで、大掛かりな掃除をしなくて済み、ストレスも減ります。家族全員でこの方法を取り入れれば、みんなで家をきれいに保つことができます。 3. 終わりに、片付けが苦手な方でもちょっとした工夫や習慣を取り入れることで、部屋をきれいに保つことは十分に可能です。今回ご紹介した9つのコツは、どれもすぐに実践できるものばかりです。まずは一つでも良いので試してみてください。小さな変化が積み重なることで、部屋全体の雰囲気も徐々に改善されていくはずです。日々の生活を少しずつ整えることで、心地よい住空間を手に入れ、日々の暮らしをもっと楽しみましょう。もしこの動画をご覧になって、少しでも楽しめた、役に立ったとお感じいただけましたら、評価やコメントをいただけると、今後の動画作りの励みになりますので幸いです。最後まで動画を視聴していただき、ありがとうございました。